ここに突っ立っていても直に飛んでくる岩を浴びるだけだ。すぐさま準備に取り掛かれ。俺たちは今から死ぬんですか？そうだ。どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか？そうだ。いや、どうせ死ぬならどうやって死のうと、命令に背いて死のうと、意味なんかないですよね。全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な使者を、哀れな使者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ。